こんにちは、カタリストレーナーです。本日はメティオさんのラクネルリリーを借りてきました。こちらでキャンプをしながら一泊レビューをしていきたいと思います。メリリランドで今回なんですけど、どんなねお車なのかまず拝見していきたいと思います。でこの前にですね、どんな、展示場がありますよとかね、そういった動画も出してますので、よかったらそちらもご覧ください。今回ラクネルのリリーなんですが、ベースの車両がハイゼットです。そして、今回四駆のやつをね借りてきてます。四駆だとやっぱりちょっと凍結したね路面とか、あと足場が悪いところでも安心して走れるっていうのもすごくいいですし、私たちここに来るまでに道の駅によって食材を買ってきました。でね、やっぱり駐車場に止めたりとか、あと細い道入っていく時もこのね軽だと本当にスムースに運転ができてとても楽しかったです。ではね、まず外観から行きたいんですけれども、この色、ツートンのこの色が本当見て、あ、可愛いっていうね、本当に女子受けするカラーになっています。これ、ね、ツートンじゃないやつもあるんですけど、やっぱりツートンはすごい可愛いんですよ。これは本当にいい爽やかなミントグリーンっていうんですかね。ミントグリーンですね。と白のツートンカラーで、はい、でこのホイールとかもね、それに合わせてちょっと可愛らしい、はい、白いホイール、レトロ感もありますよね。そうですね。でわざわざこのね手のこの部分も白くしてあります。あと今回はね、ラックも乗っかっている状態にして、でここにラクネルリリーのロゴが入ってます、うんうん、これも可愛いよね。可愛いです。これはねオプションで付けることができますよという形ですね。でさらにここ外観なんですけど、はい、ここね窓のところが変わってます。ちょっとね、うん、ポコッと出ているんですけれども、ここ後で開け閉めできるんですが、こういうスライド型の窓になっています。もともとハイゼットカーゴってここがね2列目のところははめ殺しになっているもので開かない状態なんですよね。なのでこの窓あるかないかで快適さが変わってきます。はい、そしてね3つ目のここ窓なんですが、ここはですね有孔ボードが貼ってあって、中がねちゃんと見えない状態ですし、後で開けると分かるんですけど、いろいろね自分の好きなものをかけられるようになってます。またねここにもラクネルリリーっていうねロゴも可愛く入ってます。名前もいいっすよね、リリーっていう。そう、リリーって可愛いですよね、響きが。で後ろに来るとここにもねロゴが入っていて、でこちらオプションでついている後ろ見えるカメラですね。バックカメラ、はい、バックカメラついています。そうですね、サイドも同じような感じでホイールが変わっていて、ロゴが入っていて、ここには、カーゴが上に、ね、乗っているっていう形です。通常は窓こんな感じで羽回し、あ、そうですね、はい、うん、これが通常のバージョンです。はい、さいたま市の方から私がね運転ずっとしてきました。すごいね座った感じもいいんですよ。でも入る時に分かると思うんですけど、このシート生地がまたおしゃれなんですよ。めちゃめちゃねこう開けた時のこの爽やかなミントから白と赤というねコントラストですっごいおしゃれって感じがして、もうなんかそれだけで気分がいいです、うん、先ほどのカメラはここでね見られるようになっています。こちらはオプションで取り付けられますよっておっしゃってました。でね、何気にここにね空間があるので、ちょっとした小物を入れたりとか、あとで入れるんですけど、後ろのヘッドレストをちゃんとここにね入れたりもできるようになっています。でまたここですね、白とこのミントブルーのツートンになっていて、外観とお揃いの色。そうなんです、そうなんです。ここですね、この USB ポートがあって、ここで繋ぐことができるんですよ。そうすると、はい、携帯の充電をしながら来ることができました。ここにねポータブル D ロックとオートってなっています。ここにねこんな感じでカーナビを取り付けることもできるようになっています。こうエアコンはオートマではなく自分でこう操作、はい、するものになっていますね。であとここ 12V のソケットと、あとここですね、こんな感じでダッシュボードもちっちゃいですがあります。こんな感じでカップホルダーもね2個あるんですよ、何気にこことここに。なのでそうそう、それもすごい便利で、こっちにコーヒー入れてて、こっちにペットボトルとかねやってたのですごい便利でした。でここプッシュスタート、はい、プッシュスタートこう押しながらこのままで、うん、はい、でそうするとここにこんな感じで出てきます。これもねすごい見やすくて分かりやすかったです。であとここら辺にいろいろねボタンがついていて操作できるようになっています。ミルミルランド。じゃあセカンドシートのところを開けていきます。オープン。ででん。
はい、セカンドシートのところもこんな感じでしっかりとね赤と白の2色の配色になっています。これいいね、後ろもちゃんと統一してあって。そうなんです、そうなんです。後ろもねこうやって統一してあることによって本当に日常使いをするときにすごいこの統一感いいんですよ。4人乗車できますよと。はい、なので日常的にはねこういった形で4人乗車もできますし、あとお子さんねチャイルドシートにまだ乗っけたいよってお年の子でもしっかりね3点ベルトあるのでここでね取り付けることもできます。でここからなんですけども、ちょっと後ろもね今の状態で開けていきたいと思います。はい、はい、ではこちらも開けていきます。オープン。おいいい感じですね。ここにね棚があることによっていろんなものを載せられるのと、今全部このね展開するものはここに収まっています、うん、だけどこのね下の部分にはテーブルとかもねしっかり収納できるようになっていて、で私たちの食材ここのね中に入っているのでこんな感じで冷蔵庫がね縦開きの冷蔵庫使えるようになっています。でさっき言ってた有孔ボードがですねこれ両側についています。でこんな感じでね自分の好きなものをこう引っ掛けて吊るすことができるので、本当自分のお部屋っていう感じでアレンジもできますし、ここはねセンスが問われるところなんですよ。そうですね、これはねもともと見せるように、はい、展示車として作ってあるので、おしゃれですよね、こんな感じで飾ると、うんうん、いいですよね、本当女子って感じで。ここ見ていただきたいんですけど、このね、はい、カラーがこっちはホワイトなんですよ、うん、でこっちはブラックになっていて、うん、これもね選べるんです色が、うん、こういうのもねちょっとした違いなんですが自分で選べるっていうね楽しさがあります。どっち選びますか、レイナさんだったら。私だったら白かな。白、はい、もう今着てるのもね白。あ、そうですね、あとここがやっぱり白なのであんまり色私は多くしたくないので、うん、黒も好きなんですけど私は今回だったら白かな。でこのティッシュケースいいじゃないですか、これおしゃれで、ね、かわいいですよね、うん、でこの辺のなんか海って感じのこの飾りも、うんうんうん、飾りがねあるかないかでだいぶ違いますね、はい、ではこういう状態で、まあ、日常使えますよということで、私たちの、ね、荷物かなり多かったんですけど全部この中にしまうことができました。じゃあねどんな風にしまってきたのかちょっとセカンドシートを畳んでいきたいと思います。みるみるランド、まあ、キャンピングカーですからねここで寝れなきゃいけないわけですからね。そうなんですよ、この状態だと寝れないんですけど大丈夫なんですかその辺。ここがねびっくりするんですよ。私たちも最初この状態でできるのかなって思ったんですけど、それがね私たち2人分のキャンプ道具とか着替えとかね、うん、全部の荷物を含めてしっかり、はい、そしてヘッドレストをここに入れられるんですよね。これ何が便利ですね。これ便利ですね、運転席の上のこの隙間に、うんうん、上の方にシュッと入れること。これ逆かな、なんかねもっとシュッと入ってたんですよね。あ、そうだきっとこっちな向きですかね、ここの部分ですね、ここの部分にこれを、はい、バーがあるのでそれをギュッてやって、そうギュッてやって押すとここにこう倒す、はい、倒します、はい、でそしたら今度ここにレバーがあるので、はい、これを引きながら前にポンと、そうするとパターンと、そうなんですよ、来ましたね、そっちもやってもらっていいですか。ありがとうございます。片手でできた、何気に。あ、本当だ、あ広くなりましたね、うん、だいぶこれだけでねかなり広々としました、はい、なのでこの上にねもうしっかり空間ができたのでここに私たちはねたくさんの荷物を乗っけてやってきました。いやいやでもレイナさんあれっすよ、まだ後ろこんなになってんですよこんなんで止まれないじゃないですかそう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 、これここからですね、はい、これだから荷室ありますよっていう状態で、でさらに展開ができますよってことなんで楽しみに。本当に寝れるようになるんですか。寝れるようになります、任せてください。もうバッチリですよ。これ寝れなかったらむしろ商品としてどうなのよってなるじゃないですか、はいはい、ちょっと前に出してあげてシート前に出す、うん、よいしょ、ちょっと倒す、うん、倒してあげます、はい、これを起点にするといいですよっておっしゃってましたね。運転席も同じぐらいに出してあげて、よいしょ、このぐらいかな、でシートを倒して、でシートを倒してあげて、よいしょ、こんな感じで、でまずはこれですね。もうメッティアさんといえばこのアルミフレーム。そうです今メティアって言いましたねメティアさん、はい、メティオさんですかね。軽い軽量で丈夫なアルミ、そうしかもこれがこうくるってひねることによって簡単にね着脱可能なんですよ。ほうほうほう。でこれがですね今一番フロントの部分を乗っけました、うん、でですね次のところがですねこれをですねくるっと
回してあげて、でもうハマるところにしかないっていうことなので、間違いようがないってことですね。そう、間違いようがないっていうのが嬉しいです。ハマるところにはまる、はめる。でここにね1本だけ違うのがあって、はい、これでハマりました。でさらにこれですね、このねミティオさんのすごいところが、うん、くるっと、うん、90度そう回転するとどこでもここでもいいんですよ。好きなところに入れて、そうそうそう、好きなところに入れて、しかもこれで取れなく抜けなくなるんですよ、うん、すごいでしょ。それを前にはめる。そうです。でくるっとこれもやって、端っこの方にやった方がバランスがいいと思うので、くるっと90度。あ、なんかちょっとずつ形ができてきましたね。そうですね、いい感じ。じゃあ反対側、そっち側もやっていきたいと思います、はい、こんな感じで今度は運転席側も本当にね穴開いてるんですよ。なので、うん、はまるとこしかはまらない、はい、カチッと。もう一回はまっちゃうとこれすごいんですよ。これで車が動いたぐらいしっかり、う、ね、うん、もう取り付けてあるので、すごいそれはねしっかりしてます、うん、でそれも外して前側につける。そう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 、これも簡単にくるっとつけられます。慣れちゃえばね結構早くできると思いますね。遠藤さんとかめっちゃ早くサクサクっとやってるから、はい、今ねここに 1,2,3 とパーツがあります、うん、でこれねすごいぴったりなんですよ。ちゃんと計算されてて、なるほど、ね、こっからここまでがしっかりぴったりな上にここにねちゃんと乗っかるよっていう風に計算されてます。めっちゃ計算し尽くされてるんですよ。で後ろから見てもらうと分かると思うんですけど穴開いてますよね。開いてます。そう、これが穴なんですけど、これがこちらに突起の部分にはめる。そうはまるんですよ。なるほどね。そうだからずれなくなる、間違いようがないしずれないし、簡単なんです。このマットもはまるところにしかはまんないってことですね。そうなんです。で今度これ2つ目ね、うん、これ見るとここと今度こっちにあって、はい、でこの突起の部分がこことここに来てます、うん、なのでスポット、もうだんだんフラットになってきましたね。はい、だんだん寝れる雰囲気になってきたでしょ。もうなってきて、もう見えました。もう見えました、はい、よかった。ゆきさん目が悪いけどよかった、見えてきて。目いい悪い関係なくないですかここ、はい、こんな感じで結構高さありますね、うん、だから荷物この下に置けるってことですね。あ、そうですね、それもできます、うん、今ねベッド展開中です。であとはこの細いのを前に入れて、前にここに入れてあげると埋めるだけでポンと。おー、できたできた、広い。じゃあこれで私乗ってみたいと思います。かなり広いじゃないですか。いいでしょ。いい、これ大人2人がめっちゃ余裕で寝られるんですよ。ちょっと寝てみてください。はい、これ頭下がるな今のね、あの止めてるところこっち側の方が頭下がってるちょっとどうしようか寝るとき。そうっすね、逆の方が、逆の方がいい、いいけど向き変えますか。じゃあ後で、今回ね一人で寝ますので、まあこっちでもいいか。でもテーブル外しちゃう。いや別にあっても全然、カタリストレーナーは165センチなのでもうちょっと上行っても、あ、平気ですね、これなら。あ、余裕余裕。あ、こっちでも寝れますね。じゃあこの向きで。うんうん、一人だと全然余裕ですね。大人二人で寝る場合はやっぱり肩がやっぱりあるので、こっち側ちょっとじゃあ後ろ回ってみますね。頭に、うん、した方がいいと思うんですけど、はい、後ろから見るとね、こんな感じでしょ、うん、めっちゃ落ち着くんですよ。で、このね、棚があるのでもうこの状態で本当くつろげます。これいいよね、この棚で。これ外せるんですよね。そう、これね六角レンチで外すことができるので、うん、邪魔だったら外せる。そう、もし使わないなっていう時は外してで、うん、出し入れすることもできます、うん、それもねすごい便利で、タオルとかもねここにサッとかけられるしいいですね。で電気はここにね来ています。ちょっとつけてみます。なんか照明とかつけてみます。あ、そうですね。じゃあまずはここですね。ここで今電源が来てますね。で電源、冷蔵庫、ここですね、つないでおきました。はい、明かりがつきました。4箇所しっかりとこうつくので、うん、かなり明るいですね。うん、いいっすね。うんうん、 USB ポートが2口来てて、ここ 12V、うん、でここに 100V が2口で、はい、これがインバーターのスイッチ、うん、で電源がねこんな感じでもう1個入れることもできます、ね、ちなみにこれバッテリーの容量とかは、ね、100アンペアの鉛バッテリーが標準でついてくるようになります。こちらねソーラーもつけられたりとか、あとね外部からの取り入れ口、電源の取り入れ口もつけることができるようになっています。選べるんですね。選べます。でね今はこのベッド展開にして、まあ
寝れるよ、くつろげるよっていう状態なんですが、そうですよ、これね、寝れるのは寝れるけど、ちょっと食事大変じゃないですか、これ。そう、まずは食事じゃないですか。なんでそこが切れてるんですか。どうするんですか、食事するとき。任せてください、もう食事もいけちゃいますよ。まずね、ここをね、はい、あげます。はい、でこれがね、いいのが背もたれになるんですよ。おー、なるほど。こういう感じでめちゃくちゃいいんですよ。で、まあね、これも反対側の人の背もたれにすることもできるんですけど、今ちょっと撮影があるのでこっち側にしましょう。うん、お、なんか出てきましたね。はい、冷蔵庫じゃなくてテーブルです。冷蔵庫ではない。冷蔵庫じゃないですよ、テーブルですよ。皆さん間違えちゃいけない、これはテーブルです。最近ね、冷蔵庫とか電子レンジとかよく間違えますよね。いろんなものがね、ごっちゃになってきてる。あ、でね、これすごくないですか、これ。そうなんですか。これね、カバーなんですよ。うん、しかもこれもちゃんと位置が決まってるんです。で、さらにアルミフレームを隠してくれるんです。そうなんです。こうすることによって格段にこうお部屋の中になってくるんですよ。見た目もいいし、いいし、あとね、触った時ヒヤッとしない。そう、ヒヤッとしないし、もう体にも優しいですね、当たった時に。素晴らしい配慮ですよね。こんな感じでまずテーブル出しました。はい、うん、そうするとちっちゃい短い足があります。ディディン、でこう上げて、でですね、どこにつけるかと言いますと、こちらでございます。はい、このね、レールがね、うん、くるっとこう、ね、回転させてあげることによって、お、伸びるんですね。そうなんです、これがね、伸びるんですよ。お、で一番マックスでくるとここまで来ます。うん、でこの状態でまず止めます。これもね、ねじるだけなんで超簡単。うん、ここに引っ掛けていきたいと思います。ここに引っかかります。テーブルそうやってつくんだ。そうなんですよ。すごいな。すごいでしょ。へー、なんか自分が作ったかのように自慢しちゃうけど、もうこの状態で、あ、しかも足下ろせんじゃないですか。そうなんです。なかなかね、軽キャンでこうやってしっかりね、うん、足を下ろして、しかも台座で座れるっていうのがすごいね、嬉しいんですよ。これいいっすね。めちゃくちゃ嬉しいんですよ。あ、でマットそこに敷いて、ここに敷くともうお部屋じゃないですか、完全に。完璧部屋ですね、これ。部屋来たって感じでしょ。さっきの荷物あった時からは想像がつかない感じじゃないですか。すごい変わったじゃないですか、もう大変身でね。ここを閉めます。ほう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 。で、足もね、上げられるんです、実はこうやって。これもね、いいし、下ろしてもできる、くつろげる。で、ここにね、あるところに寄っかかって、あ、いいね、いいね。そう、向こう側、いい景色見ながら、はい、ちょっとお茶飲んだり、まあ、ビール飲んだり、こう、二人でね、こう座ってやることもできるし、うん、あとは対座で、こっちと向こうとでやることもできるようになります。うんうん、で、その時は、このね、背もたれを、よいしょ、こっちの人用に、そう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 、はい、はい、こんな感じでどっちも2人でそうくつろげちゃうよって。こっちからだとこんな感じで景色が、うん、めっちゃ景色いい。今ちょっとあの後ろサニタリー棟になってるんであれだけど、景色が良ければね、そうパーンと見れるし、あとね、あそこにテレビモニターとか置くとシアタールームとして見れるっていうのも使えますね。はい、実はね、向こう側に40インチのモニターがね、すっぽり入る大きさがあるんですね。うん、なのでさっき拝見したんですけど、その時にこうね、後ろにこう寄っかかりながら、はいはいはい、こうシアタールームとして見ると、うん、音量とかもすごいこの中で良くなりますし、あとね、やっぱりここ囲ってあるじゃないですか。はい、めちゃくちゃね、没入感があって、ね、すごい集中しながら見られる。うん、いや、本当にシアターですよ、これは。マイシアター来た。まさかリリーの中でマイシアターできると思わなかったですね。で、ここでね、ちょっとポップコーン置いたりとか、ビール置いたりとか、お茶の置いて、もう 2,3 時間簡単に経っちゃうなっていう楽しみが。個室感がいいよね。うん、なんか自分の秘密基地来たって感じがしますね。うん、移動できる。はい、で、さらにさっき言ってたこちらですね。窓。はい、よくキャンピングカーで見るやつですね、これ。そうそうそう。これでもいいのがこのスライド式なんですよ。うんうんうん、なのでこう開けて走れるようになるじゃないですか。はい、なので、ね、これは本当におすすめです。で、本当あんまり考えずに簡単に開け閉めができるのと、あとこちらはですね、夜になったらこうやってシェード閉めてあげるとしっかりね、あの外から見えなくなりますし、で虫が気になる季節、今はね夏じゃないのでそんな虫いないんですけど、お水にして風だけ通すこともできます。うん、すごい便利。いいっすね、ラクネルリリー。いいですね。これは
にちなみにね今展示車用に、はいはい、つけてるだけですが、多分夏はねこういうのつけるとめっちゃまた快適になって、うん、はい、使えるようになります。冷蔵庫がここに入ってるんですね。こちらに冷蔵庫がございます。縦開きの冷蔵庫ですね。ででん、よいしょ、はい、あ、今ね私たちのワインとお魚とお肉が、うん、黒豆も入ってます。でやっぱり夏とかねこういうのあるとすっごい便利ですね。ここ閉めておけばあとは快適に棚として使えるようになります。あとレイナさんのその座ってるところの下が気になるんですが、これですね、私はね今座ってる直下は、はい、空間が空いてるんですが、ちょっと後ろから回ってもらっていいですか、はい、私のね右側はこちら側ですね。椅子の下こんな感じになっています。あ、ここに電装品ですね。そう、電装が来てますね。ベリーとかが入ってました。はい、まあその以外のところがしっかりとした収納のスペースとなっています。こちらのねラクネルリリー、ハイゼットカーゴで作られているお車なんですけれども、191万円からということです。オプションがねあったりとかもするので、それでねちょっとずつ変わっていくと思うんですけど、だいたいそんな感じでスタートできるようになっています。この後私たちはこのねハイゼットカーゴカーゴの可愛いラクレヌリリーと、あとで買いました、ね、買いましたねこのまま行こうとしましたけどもう一回行きます、はい、この可愛いラクネルのリリーに乗って私たちはキャンプをしていきたいと思います。次回の動画もぜひご覧になってください。今回の動画も良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 SNS もやっています。インスタ、X、Facebook などやってますのでぜひ遊びに来てください。では次回の動画でまたねー。